20歳の時に結成してるからすごいな。20歳結成か、ね、長渕剛。おお、そこなんだ。そう言われるとあのそれはフォークの影響かもしれない、ね、もしもそれがそうだとしたら包むような感じがするんですよ、うん。あの常さんの中学校だっけの時の、うん、これも俺買ったんですよ、常さんが勧められて。この人岸田さんですっけ、うん、心理学者なんですよね、はい、うん、で人間は本能の壊れた動物であってなんか全ては幻想であるなんてこれ言ってんすよ、ね、すごいですよね。あの国語の、教科書のどっかの一部のでこの人の岸田周がの文が用いられてたわけではないのね。でも何かのところで心理学に関係するようなことだったのかな、ここの部分がすごい面白いんですけどって聞いたら、今度常岡に本、貸してやるよって言われてでこの物草精神分析をくれたのよ。そのまま結局この人が物草なんだって自分自身のことを分析すると、うん、岸田さんがそれで物草精神分析っていう風に書いてあってタイトルにしてるみたいで、もうねたまにね読み返すんだけど、あれこれ本当に中学校の時読んだのかなとかって思ってでそのちょっと機会があったら地元に訪れてその時の担任っていうかその、もらった先生の顔とかは覚えてて、で担当者も国語の先生だったんだけど、そうそうそう、その人に会ってみたいなとかと思ってて、ずっと、うん、だいぶこれが人格形成にも関わってますね。うん、そうこれだけじゃないけど、まあ、それでいうとこの岸田衆と内田俊菊は多分人格を形成する上であれしてると思う。俺もなんか決して読書家ではないんだけど、うん、なんかそうちょこちょこ好きな本があったりはしてます。これ読んで、うんうん、本当に中学生これ読んだのかなって、ね、本当だよねめっちゃ難しいね難しいよねアニメだったみたいです。なんか母を親が言うにはなんか漫画家になりたいって言ってたのが多分小学校の中学年ぐらいの時はそういうふうに言ってたっていうふうに聞いて、うん、漫画家、うん、絵を描くのは好きだったのは好きだったかもね。ああなんか今でもデザインとかしますもんね。もうちょっとだけね、ほんのちょっとね、見るのも好きだし、うん、だけど、でもまあ多少でも目立ちたがりだったりとかはあったとは思います。多分。うん。20代の時にすごい好きだった漫画は覚えてるけど、小学校の時とかな、もう普通に多分あれじゃないかな、なんだろう、ドラえもんとか、うん、あコロコロ、そうそうそう、あコロコロコミックとかあと。少年ジャンプだから、あられちゃんだったりハイスクール鬼面組だったり、うん、だったりあジャンプだよね確かね、うん、ジャンプ放送局も見るのも好きだったしだからそんなまあでもだから全然普通の特別何か変わった子供っていう感じではなかったんだとは思う。まあ今もまあそうだけど、うんまあ今まあまあちょっともう自分で言ってても分かんなくなってきた。めちゃくちゃ繊細ですよね。細かいことにすぐ気配りするできる方なんで。えそうだっけ？分かんない。だからもう頭がもう結構パパパパってすごいすごい早いなと思って回転早いなと思って。すごい嬉しいけどそんなことあったかなと思って。いつもみんなを気遣うんですよね。うん大丈夫みたいな子、うん、照れちゃうから食べちゃうね音楽を始めるきっかけは何なんですか。長渕剛。おお、そこなんだ。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 そこでいいんだから。多分あの小学校の頃にあのちょうど、テレビドラマで家族ゲームっていう長渕剛主演の家族ゲーム。あーなんかうっすら覚えてるなそうそうそう。それに出てるのをちょっと見てて面白いなと思って見てたら主題歌もうこの人が分かってるんだってことが分かって確かグッバイ青春だったかな。でレンタルレコードとかで借りて聴いてきて
でその続編とかもあって孤独なハートっていう曲がシングルで、はい、であのこれ初期の1枚まだ割とマッチョに、ま、なる前だから間違いない、うんううん、今の言葉間違えてないからマッチョになる前だからそれ でマッチョになった後ももちろん好きなんだけど、マッチョになる前でその弾き語りのコンサートがあって確かアルバムの1枚目2枚目がライブのアルバムなんですよ、ね、ライブのアルバムでその弾き語りでこう歌ってるのがすごいかっこよくてでギターもねすごい上手いんですよ、うん、スリーフィンガーとかアコースティックギターの それがかっこよくてで自分もちょっとフォークギターやってみたいなと思って先輩に借りて始めたのが楽器に触れるきっかけというか、うん、でした。アコギか、うん、それから中島みゆきとか日本のフォークをすごいよく聞いて今でもあのだからあ聞きたいなと思ってその長渕剛の一番こう影響を、かっこいいと思ったその曲を、まあ、聞いたりします。それだけもうライブ版ごと聞くかな、うん、かっこよくて、うんうん、そう僕もうこれはもうねみんなにぜひ聞いてもらいたいです今のこうイメージともまた全然違うものだったりとかすると思うから。なんか今いろいろなるほどだからかって思いましたね。常さんのその俺前ここで言ったじゃないですか、前何だったっけ、確か中島みゆきのカバーをつい最近やりましたよね、うん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 、あの時もこう入ってくる時の入りとか、うん、歌へのこうスネアの間とか、うん、あめっちゃ良かったですみたいな話ここでしてたじゃないですか、そうだっけ覚えてないですか。あの分かった、だからいや覚え言われたけど嬉しくて忘れちゃったんだからフォークがやっぱルーツにあったからですね。フォークはルーツにあります、うん、だから歌をこう生かして出すようなこう懐があるんですよね。艶にあでもあのでもそう言われるとなんかあのそれはフォークの影響かもしれない、ね、もしもそれがそうだとしたら包むような感じがするんですよ、うん、そうか、うん、でもそうだとしたらでもそう確かに影響は大きいと思います。長渕剛のおかげなんですね。じゃあ長渕剛のおかげで店でかけてみますか。あのでもね、まるで柔らかいです。あのすごく柔らかい感じのマッチョの前だから、マッチョの前だからすごい柔らかいすごい。あ今度分かった、間違えた、あんたね、ウミネコにプレゼント書いて探そう。あいい話が来ました。いやこちらこそありがとうございました。食べながら、うんうん全然美味しいございました。